アウトドアで防災を考えるです。アウトドアを取り入れた防災を考えるこのコーナー、県内は記録的な大雨に見舞われ大きな被害が出ていることから、今月は被災地で求められていることやボランティアの活動についてお伝えしています。大雨から間もなく1ヶ月、復旧が進む一方で、あの日のままの場所は未だ数多くあります。先月24日から降り始めた大雨、これまでに分かっているだけで農林水産関係の被害額は119億円、特に収穫を控えた水稲の被害が深刻です。河川や道路などの土木関係は151億円余りに上っています。またこれまでにおよそ300の住宅で浸水などの被害が出ています。あれから間もなく1ヶ月が経とうとしています。氾濫した川の周辺にはあの日のままの光景が広がっている場所があります。被害の大きさを物語っています。地区を流れる琴浦川が氾濫した仁賀保市平沢です。基礎の部分が崩れ落ちた住宅は立ち入ることができないまま、この他にも大きな被害を受けた住宅は多く、住み続けることを諦めるという辛い決断をした人もいます。被害が出た直後からこの地で生活再建に向けた支援に当たっているのが、日本赤十字秋田短期大学の及川真一さんです。及川さんと街を歩くと足を止めたのが道路の側溝。一目見ただけでは災害の爪痕は感じられませんが、開けると泥で埋め尽くされています。今のままの状態で雨が降ると道路が再び水に覆われる可能性があります。続いて及川さんが訪れたのは、この1ヶ月の間通い続けているこちらの住宅。この泥上げは、今調整するから、2、3日、いずれ晴れないと、床上まで浸水し半壊と認定されました。及川さんなどボランティアが床の下に潜り懸命に泥をかき出しました。断熱ももう水を含んで垂れちゃってる状況だったので、こちらの方は断熱材も剥がして泥もかき出して、で今乾燥させて、ようやく、乾いてきているような状況です。日の当たる場所と風通しの悪い場所の乾燥の度合いがだいぶ違いますので、日の当たらない場所に関しては若干乾くには時間が1ヶ月ぐらいはかかります。泥かきなどが終わった住宅はサーキュレーターで乾燥させ、及川さんは再び生活ができるよう住民と一緒に検討を重ねています。また及川さんは住民が前を向けるよう心がけていることがあります。過去を思い出さないように、まず現場周辺の泥とかそういったものもすべてきれいにすること、泥かきとかした場合には泥がこう床とかサッシとかいろんな場所についてしまいますので、泥をかき出すだけではなく掃除までを最終ゴールにしてますので、終了後には窓拭きもするしサッシの掃除もするし、床の掃除もすべて徹底して仁賀保さんはやっております。少しずつ生活を取り戻す兆しが見える一方で、復旧は道半ば、支援は次のステージへと移り始めています。活動をずっと続けていることによって泥がなくなり、家財道具も出して、これから多分、それを家々をどう生活再建していくかっていう結構長いステージに今入っていく段階です。で多分これからが多分住民の方々といろんなサポートが必要な段階ですので、そういった手続きも含め、それから相談窓口も含めて、プラス園の方では対応していくということでした。
災害が残す爪痕は深く果てしない。そのことをしっかりと心に留めて、一人一人が災害を自分ごととして考える必要があります。にかほ市と由利本荘市では災害ボランティアを募集しています。参加には各社会福祉協議会のホームページから事前の登録が必要です。